パリパラリンピックは現地9月5日、日本時間6日、競技8日目を迎えた。日本勢は、ここまで金メダル8個、銀メダル8個、銅メダル12個、同日16時現在を獲得し、5日の夜から6日の早朝にかけてもメダルラッシュが続いた。画像、随時更新、パリパラリンピックで輝いた日本人メダリストを厳選ショットで一挙紹介。 日本時間5日の夕方に陸上男子 400mT13 視覚障害で福永涼太が初の銀メダルを獲得すると同時間帯にボッチャの混合チーム BC12 日本代表遠藤由美杉村秀隆広瀬隆行が東京大会に続き3大会連続での銅メダルをつかんださらに同5日の夜には車椅子テニス女子ダブルスの上地結衣 田中真奈美ペアが決勝でオランダペアリーデ・デ・グローとアニーク・ファンクートと対戦4-67から6からのマッチタイブレイクを10-8で3時間に及ぶ激闘を制し日本勢初の金メダルに輝いたまた同時間帯には柔道女子48キロ級 J1 全盲野ハ外静香も4大会連続出場で初の銀メダルを獲得 日付が日本時間6日に変わると、卓球女子の和田夏希が初の金メダルに輝くと、古川かなみも銅メダルを奪取した。これだけではない、同6日の早朝には、ゴールボールの決勝が行われ、日本、世界ランク6位、がウクライナ、同8位、を4・3で下し、日本男子史上初の金メダルを手にした。パラリンピック日本勢の怒涛のメダルラッシュには、 かつてのオリンピアンから賛事が届いている。2008年北京五輪フェンシング男子フルーレ個人で日本初の銀メダルを獲得し、国際フェンシング連盟理事や国際オリンピック委員会 IOC 委員を務める太田裕希氏が自身の X、旧ツイッターを更新。パラリンピックの活躍に刺激をもらいっぱなしです。と感動を伝え、さらに 多くの競技が東京をリパラに向けていった強化策が、パリまでうまくつながっている形ですね。と東京大会の取り組みを称賛した。また、オーター IOC 委員は、そして、多くの会場がファンにあふれているのは選手たちは忘れられない体験になっていると思います。日本のスポーツ観戦もアップデートしていけるといいですね。とパラリンピックの盛り上がりを称えた上で、日本のスポーツ界にも言及している。